どうも、野球部カの平田です。ということで、えー、今日もカープのキャンプについて振り返っていきたいと思います。で、今日、阪神との紅白戦が行われる予定だったんですが、雨のため、中止となってしまいました <laughs> いや。本当にね、悔しいんですけど、うんまあ、選手が一番ね、悔しいと思います。はい。でもね、えー、スタメンと、あと投げるピッチャーはね、 あのー、予想されてたのが発表されてるんで、それをね、紹介していきたいと思います。まず、スタメンのが、こちら。ということで、ええー、まあ、フルーの、メンバーではなくて、まあ、若手中心というメンバーですね。はい、1番、ハツキ2番、やの、3番の、まあ、4番、林という。うーん。まあ、この中でもね、やっぱり、昨日の動画でも言いましたが、はつき、やの、 おあと、林翔遂、えー、なんかね、注目の選手だなと思います。はい。そんな感じですかね。で、えー、投手の方も、投げる予定だった投手がこちら。はい。ということで、まあ、先発は遠藤投手がね、予想されていました。で、その後、矢部田投手が2インニング、コロニエル選手2インニングで、えー、田中選手、島内選手が1インニングずつ。という予定だったんですね。はい。 まあ、仕方ないね。この中でも、コルニエル選手が、あの、最速マックス156キロで、えー、カープの今年の中継ぎ陣を引っ張っていってくれる、そんな存在になる可能性があるなと思いますね。まあ、まだ育成選手ではある,あるんですけど、このキャンプ試合だったら全然試合か登録されるんじゃないかなと思います。はい。で、えー、明日はキャンプ休みで、明後日がロッテとの練習試合、 行われます。で、多分ね、そう、ロッテとの練習試合も、野手のスタメンの方は同じようなスタメンで行くんじゃないかなと思いますね。で、投手の方は、この5投手の中から、あの、ヤブ、遠藤投手とコルニエル投手。この2人は、ロッテ戦で投げるというね、ことを笹岡監督言ってたので、まあ、えー、このあたり楽しみですね。特に遠藤投手なんかは、僕と同い年でね、 えー、とても、親近感を感じながら楽しみにしています。はい、ということで、えー、今回はこの辺で、チャンネル登録、高評価お願いします。やっぱり野球けて、いいもんだ。バイバーイ。